子供選手が 200m 自由形で、一番意識していることがありましたらちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、何かありますか？何秒で前半を回りたいっていう考えをするっていうよりは、これぐらいでこのタイムだろうなっていう、意識で前半を回らないと、後半やっぱこう前半何秒で泳ぐってなるとやっぱ力んでしまうので、それだけはやっぱこう自分の感覚を信じてこれぐらいで行くぞってなった時にこう、タイムもついてくる。僕が、レース中思いっきりキックを打つのはもうほぼラスト50だけであって、基本はこう打ってるようには見えるんですけど、キックを打つっていう意識というよりはやっぱりこう動かし続けるっていう意識で、打ち続けることによってこうボディーポジションが上がって、プルでの負荷が少し少なくなって、それが200を持つ。